気づきに逃げたね。弾を逃がしてくれ。じゃあ逆にですね、はい、まあ、バリバリ その今からゴルフが上手くなりたいとか、はい、まあ、あるいはプロになりたいとかですね、うん、まあ、シングルさんになりたいとか、はい、若くて力もあって、うん、もうゴルフを とにかく飛ばしたいし、はい、上手くなりたいという方に対して、うん、どういう感じのことをこれからやっていけばいいかとかいうのは何か。そうですね、まあ、そのバリバリの方でも、まあ、例えばジュニアの方があったり、はい、もうゴルフを経験したことがあるのか、はい、もう他のアスリートというかスポーツをやってて、じゃあゴルフをやってみたい方でまた変わってくると思うんですけど、うん、はい、まあ、ある程度ゴルフを、ね、しててそのシングルになりたいとか、うん、そのプロになりたいっていうのはいると思うんですけど、はい、そのシングルとまたプロになるとはまた別で、まあ次元が違いますね。そう、まあ、次元っていうわけではないけど、ああ、そのどうですかね、目指す部分が違うっていう感じですか、うん、じゃあ何を取り組めばいいかっていうのは、具体的に自分がこうゴルフをずっとしてた方に関して、うん、ある程度は、まあ、シングルになるってことはそのスイングはもう出来上がってるっていうか、ああ、自分のある程度の確立されてると思うんですよ、うん、じゃあそのスイングに対して、まあ、もちろんいじるところはあると思うんですけど、そんなにいじらなくて、じゃあ自分に何が足らないかっていうのは、うん、まあ、アプローチであったりパターかもしれないし、ショット力ももちろん大事だと思うんですけど、はい、まあ、そういうのをやっぱり個人的に見ないとなかなか判断はできないんですけど、その、まあ、ジュニアに関しては僕一言いつも言うんですけど、あのスコアを意識するなって言うんですよ。うん、まあ、今のジュニアの方って、まあ、親も結構真剣に取り組まれてる方が多くて、うん、ね、その結構こうスコアをいつも聞くんですよね、上がってきた時に。で、僕はその親によく言うのが、あのスコアを聞かないでくださいと。ゴルフを楽しんでもらってやりたいから。あとそのスコアを意識することによってゴルフがこう縮んでくるんですよね。あ、でジュニアから始めたり今からプロになりたい子っていうのは、まず基本的に男性も女性ももうトッププロになりたいと思うんだったら、まず体作りと飛距離なんですよ。飛距離ですか。はい、うん、だからスコアを意識しちゃダメなんです。まず振りなさいって言うんですよ。飛ばすことなんですね。飛ばすスイングをこう求めないといけないんですよ。身につけじゃないと技術とかそのいうのはこう大人になればなるほど身についてくるんですけど、飛距離っていうのはついていかないんです。ドキなかなかこうそこそこはいけてもこうついていかないものがあって、いきなりこう激変することはないんですよ。だからジュニアの時に飛ばしておかないと大人になってこう飛距離が出ないんで、僕はそのトッププロを目指すんであれば、まず体作りとトレーニング、その体作りっていうのも、まあ、成長期であったり、もう成長期が終わった高校生から大学生にかけての子たちっていうのは何をやってもいいとは思うんですけど、まあ、中学生の頭の頃にハードトレーニング、まあ、スクワットであったり走ったりするのは、まあ、控えた方がいいとは思いますけど、まあ、いろんな仕方がある中で、だ基本的に、まあ、畑岡奈紗ちゃんであったり、はい、あのね、あのちょっと出てこないけど、まあ、いろんなトッププロがいる中でみんな下半身がでかいと思うんですよ。あの渋野プロとか。そうですね、みんな、まあ、いろんなスポーツやってきてるんですけど、圧倒的にやっぱ下半身が大きいんですよね。まあ、スタイルを気にしてるようじゃプロにはなれないっていうのはそこなんですけど、やっぱ安定感ですね。そのためにはやっぱジュニアの時に、そうやって鍛えたというか、その飛ばすためというか、こう振る練習をやった結果的に、はい、そういうふうにこうなれるっていう感じですか。そうです、うん、コメプロはそのジュニアの頃って、はい、選球打ってたとかいう話を聞いたんですけど、はい、打ってました、ね、かなりやっぱ打ってました。かなり打ってましたね。まあ、毎日ではないんで、そんな決して恵まれた環境ではなかったから、まあ、親に連れてってもらって日曜日に練習場で1000球打つぐらいだったんですけど、じゃあ平日何やってたかったらやっぱトレーニングだったんですよ。へー。でももちろんそのスクワットを300回やったり、はい、腕立て300回やったり腹筋300回やったり、はい、それをやらないとダメ。毎日ですね、月曜日から金曜日までほぼ毎日やってました。泣きながらですね。やっぱ嫌な、いやもうできないですよそれをやっぱり泣きながらやってた記憶しかないですね、小学校中学校。はい、
じゃあやっぱりそれでやっぱ基礎が的な体の作りとかできてきたわけですね。そうです、そうですね。やっぱやってほしいなって、もう本当に小さい時からプロになりたいんであれば、うん、やっぱそれぐらいしないとやっていけないってことなんですよね。なるほどですね。みんなやっぱ陰でやってきた選手がやっぱもちろんトップ選手にいるわけで、あ、なるほど、うん、だからそんなゴルフだけやってて世界で通用するかってそんな甘いもんじゃないと思うんですよどのスポーツでもやっぱりみんなすごいハードトレーニングやってきてるんで、そうですね、うん、でまあアマチュアの方もやっぱり上、もう一個上を目指すんであれば体作りであるだろうし、まあそのその体に合ったまたスイングを研究しないといけない、それに対して今度ね、クラブを合わせないといけない、もう難しいんですよ。もう体を作ればそれに対してっていうことがものすごく多い中で、じゃあ今の体力でじゃあある程度はっていうことはできます、はい、それはまあその例えば一番大事なやっぱ下半身なので、うん、下半身が弱い人はやっぱスイングがどうしてもこう崩れてしまう。なるほど、うん、だからまずこう下半身作りっていうのは、まあ今年僕もその松山英樹のそのトレーナーはもともと僕のトレーナーだったんですけど、あ、そうなんですか。でまた彼をちょっとあのオフの時に呼んでもらって、はい、その下半身作りどうした方がいいかなって言った時に教えてもらったのが、まあそのちょっときついんですけどね、まあちょっといいですか、はい、まあ、こうその左右のこの体を止める運動なんですけど、まあ、こう足を上げて下ろす、はい、足を上げて耐える、でここで止める、止める、で戻すんですけどまた止める、でまた下ろす、止める、これは体幹もあるし足の鍛え方もあるんですよ。このこう止めてる時点でこう体幹がないとこうブラブラするでしょ、でまた下ろす、これを20回を3セットとか、これ左右ですね。だからその体幹を、体幹も鍛えれるしここの筋肉も鍛えられるわけですよ。うーん、まあ多分1日やっただけで次の日もう動けなくなると思いますあとまあ椅子がある状態で椅子に足かける、足上げる、下ろす、その繰り返し、かけるで下ろす、そうですね、まあ、なんかあればいいですけど、足上げる、こっちの足上げる、下ろす、下ろす、上げる、上げるのこの繰り返しです両サイドまた結構あの、まあ、地味な感じでやってそれを効くわけですね。めちゃくちゃ効きます。多分あの本当に動けなくなると思います。もうこの辺で冗談抜きで、これはもう僕たちの公明軍団も宮崎合宿でやるんですけど、はい、まあ大体次の日ぐらいにみんなもうティーグショットした時プロプロプロってなってるんですよ、はい、プロがそうなるぐらいなんで、うん、ですよね。でも松山英樹はこれをなんか30回5セットぐらいやるらしいんですよ。僕はできないって言いましたそういうトレーニングもあったり、まあ普通にまあそれができないんであればテレビを見ながら過去軽くスクワットをこうやる、なるほど、30回でもいいんで、もう努力がとにかく必要だ、そういうことですね。だから何もなくて上手くなる道はないっていう、うん、まあ体が硬い方は、うん、スタート前にまあこんなクラブでもいいんですけど、はい、これを20キロのバーベルを持ってるイメージでゆっくりこう下ろしてあげるんです。ここですね、はい、これを20キロだと思って20キロのものをゆっくり持ってるイメージでゆっくり下ろしてあげる。で20キロものを持ってるようなイメージでこうゆっくり上げる。そうするとここにものすごい筋肉つくんですよ。いや確かにたったこんなもんでも20キロ持ってるイメージでいいんですよ。そうですね、ちょっとやってみてください。20キロ、ね、20キロのものを持ってるイメージでそうゆっくりここをプルプルプルさせながら下ろしてあげるもっと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 ここ肩甲骨を意識しながらですね。なるほど。でまた20キロものを上げるようなイメージです。上げる、実際持ってないから体に負荷はかかってないんで。いやこれはい相当きつい、相当きつい。これをこれ、まあ、20回から30回やってもらうだけで本当に20キロ持ってるぐらい筋肉つきますから。もう筋肉痛きましたまああとはまあ変な話こうしてこう片一方だけこう下ろしてあげる、うんうんうん、だからここもこれ肩甲骨のトレーニングなんですよ。こうですね、はい、まあ、もっと若い選手は、まあ、こうしながらこうしながらこう歩いていくトレーニングもするんですけどそうすると肩甲骨足、肩甲骨足のイメージですね。もう全身使う、ね、全身を使った運動。ゴルフって結構上と下が連動しないといけないん で、ね、片一方だけってダメなんですよ。うん、例えば腹筋しながらあのねじりを入れるとか、はあ、腹筋と体のねじり
こういう感じ。そうです、そうです。うん、まあ、だから上と下をこう全部連動させないとトレーニングがならないんですよね。部分だけをやってもダメってことですね。そうそう、腹筋だけでもまあ変な話いいんですけど、そこにこう何かを入れていることによって上と下の連動、ゴルフは上と下の連動の動きなんで、だから連動させてあげた方がいいんですよ。バランス的にね。あの視聴者の皆さんもやっぱ素晴らしいですね。こういうふうにこう連動させる動きとかいうことはあまりあのやらない、ね、やらないと思いますよね、普段は。部分的にこうやったりはするんですけどね、はい、ゴルフはやっぱりこう全身運動で全てのバランスがないとやっぱりダメですからね。そういうことですね、うん、いやすごい参考になると思いますという感じ。はい、はい、すごい喋ってもらったっけもうしっかりバンって振り抜いてあげた方が多分、ま、逆に曲がらないんですよ。そうだ、左にもっとたくさん左に持っていくっていうか、まあ、構えてもらって、イメージはやっぱちょっとネックから入りながらフェースをこのまま持っていくんです。